最高の週末、2試合連続完封勝利。加藤で加藤先発投手加藤隆之。そろそろ加藤に勝ちをつけてくれ。星トライさんじゃなくてタミヤか。あれトライさんじゃないのか加藤そろそろ勝ちつけたいな。加藤ちゃんに1勝目を。中塩セカンドで使ってきたか。今日こそ加藤で加藤。今日の加藤はストレートも変化球も切れてるな。外から曲げて外三振。2試合連続完封頼むわ。2回表加藤3人できっちり抑える。さすがですわ。加藤めっちゃいいじゃん。加藤最高や打線なんとかせー。絶対今日完封するわ。今日は勝たせたれや。4回裏日ハム万波アリエルの2者連続ホームランきたー。これが万波のパワー北海道日本ハム万波中正選手の今シーズン第3号ツーランホームランで先制。マルティネスも勢いに続いた2者連続アーチ北海道日本ハムマルティネス選手の今シーズン第3号ソロホームランで1点を追加。きたー。いったー。アベック砲きたー。連続ホームラン。なんだこの打線。これには加藤もびっくり。連続ゴーンヌ。頼りになるクリーンナップだ。MM 砲やー。まんまる砲あら。ついーファイターズ強い。完璧もうほんと完璧。野球楽しすぎる。タミヤユアセンターへタイムリーでさらに1点追加。ユアちゃんナイスー。ビッグバン打線。さすユア。ユアタソゴスケもナイスラン。もう止まらない。さすが影の首位打者。中島拓也のタイムリーでさらに追加点。タクちゃんも続いたー。めちゃくちゃ強いわら。これはプロわら。お祭りや、采配ズバリわら。涙出た。ビール2本目開けちゃった。1イニング5点っていつぶりだよ。負ける気がしねえな。加藤復活日ハム2試合連続完封勝利きたー。2試合連続完投完封勝利きたー。チーム2試合連続完封勝利自身開幕戦の雪辱を果たす北海道日本ハム加藤隆之が待望の今季初勝利。勝ったでー。日ハム強すぎて焦るわら。復活の加藤。連続完封を見る日が来るとは。朗報ハム強い。史上最高の土日。打たせて打ち取る加藤エスコンで併殺4つセカンド中島先発起用完璧すぎる。日本ハムファイターズ勝ちで強くなる。ロッテをスイープ4連勝で貯金32試合連続完投完封。めちゃくちゃ強い勝ち方したな。拓也が掴んでゲームセットです2試合連続完封勝利で4連勝貯金3今シーズン初3立て。スイープ気持ち良すぎ。最高の休日やー。日本ハム首位ソフトバンクと1ゲーム差わら。よし首位に1ゲーム差肉薄やな。祝重賞到達。今年は強いねすごいね。これで首位と1ゲーム差俺たち本気で優勝狙っていいかもな。タミヤユアちゃん可愛すぎる。ユアちゃんキャワは、タミヤはもっともっとブレイクしてほしい。可愛すぎて草。ういういしくていいね。日ハム16年日本一戦士中島拓也さんここに来て復活してしまう。さすがベテランたくさん。中島復活。二遊間捕手の選手層が厚すぎる。心情の胴上げ見てみたいから頑張ってくれ。さあ29年ぶりのまさかの連続完封勝利でロッテをスイープし連勝を4と伸ばした日本ハムですが、次のアウェイ仙台でも連勝完封記録を伸ばす姿を見せてくれるのでしょうか？ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。